皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPhone と iPad と Mac の使い分けということで話していきたいと思います。私ですね、 iPad の使い方をたくさん紹介しているんですけれども、iPhone と Mac もバリバリ使っております。その3つの使い分け、どういう時に iPhone 使って、どういう時に iPad、 どういう時に Mac 使っているのかっていうのをですね、お話しさせていただきたいと思います。じゃあまずはですね、私のスペックからちょっとご紹介させていただきます。職業はですね、 iPad YouTuber ですね。あとはアートディレクターとかデザイナーを以前やっておりました。今はですね、 NFT クリエイターだったりとか、あとは作家もしてますね。一応本も書かせていただいております。あとはですね、一応キッズのスクールというものを運営しておりまして、 iPad Made Kids という iPad クリエイティブスクールの、園長先生を務めております。好きな食べ物は魚と果物とお酒でございます。で、29歳、独身。やっていきたいと思います。はい、じゃあまずは iPhone からいきたいと思います。 iPhone と iPad と Mac ですね。私 YouTube では iPad のチュートリアルをですね、ひたすら出しているんですけれども、iPhone も Mac もめちゃくちゃ使えます。あんまり YouTube では言っておりません。そういうブランディングで、やっておりました。でも、もういいです。Mac もめちゃくちゃ使えます。で、まず iPhone ですね。iPhone 14 Pro を使っております。色はゴールドを使用しております。ですね、iPhone は主にテキストと、あとは写真ですね。撮影と写真編集を iPhone で全部しております。で、テキスト関連はもう全部 iPhone です。メールも iPhone です。基本的にメールは、なんか Mac とか、やっぱ iPad とかこれでさ、やる人も多いと思うんですけど、それを使わない運用にしております。もうできるだけもうこれで済ませれるような、もうそういう構造にしております。はい。で、まあクライアントさんのメールだったりとか、あとはチームメイトね、チームメイトはスラックでやり取りをしていたりするんですけど、あとはスクリプトですね。この YouTube のスクリプトですね、一応ダー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 喋ってるように見えますけど、一応もうここにですね、カンペがツーってやっておりまして、意外と真面目にさせていただいております。はい。ということで、そういうね、テキストとかも全部ですね、今 iPhone でもう書いてますね。で、タイピングがね、楽だっていう人もいると思うんです。もちろん私も昔はそうでした。ただ私めちゃくちゃ移動も多くてですね、あとプロジェクトとかもいっぱいあるし、あとすごいメールとかも来るのが多くて、指示しなきゃいけないこともちょっと多すぎてですね、いちいちこの立ち上げるデスクがないとメールが返せないとかっていう状況を作ってしまうと、めちゃくちゃ仕事のスピードが落ちてしまうので、もうできるだけ長文とかかしこまった文章とかもできるだけこれで作れるように練習しました。なので今はですね、クライアントさんのメールとかもこれで返しますね。で、あとはですね、写真と写真編集も全部 iPhone でやります。写真は普通に iPhone のデフォルトのカメラで撮って、あとは写真編集、色調整とかは必ずするようにしてるんですけど、それはですね、ビスコっていうアプリでやってます。これはですね、課金したらめちゃくちゃおしゃれなフィルターが使えるようになるんですけど、そのフィルターを使って編集したりとか、あとはライトルームも使いますね。ちょっと前回の動画でライトルームの使い方を紹介したんですけど、大量に写真撮るので、その写真管理をライトルームでやって、で、そのライトルームで写真編集もできるから、そこでやってしまうこともありますね。なので基本的には写真編集も iPhone で全部済ませるようにしております。はい。で、次、 iPad でございます。大本命でございます。 iPad 何に使っているでしょうか。アミティ先生って全部 iPad でやってるんじゃないですか。iPad で全部完結するんじゃないですか。今まで iPad で全部やってるって言ってましたよ。言ってません。私一度も YouTube で iPad で全部やってるとは言った覚えはございません。 iPad の使い方を紹介しておりまして、こんな使い方があるよと、もっと iPad 使ってくれたら嬉しいなみたいな感じでやってますけれども、自分の仕事となるとですね、結構重ためのクリエイティブ作業とかもあったりするので、全部で iPad はちょっとまだ難しいかなというふうに思いますね。特にまあ Photoshop とか、あとは動画編集とかですね、結構激しめの動画編集とかね、ウェブデザイン系はなかなか iPad では難しいので、その辺は Mac の方でさせていただいてるんですけど、じゃあ iPad で何してるんですか。iPad でやること、もうこれ一言で言える。Apple Pencil で作業するもの。ペンを使うものですね。書きたいもの。何かを書きたいときはもう iPad でございます。もうペン。
ンです。ペン、ペン、ペン、ペン。iPad ってさ、Apple Pencil がなかったらもう Mac じゃないですか。じゃあ Mac 使ったらいいじゃないって私は正直思ってるんですよね。だからまあ Apple Pencil で使う作業っていうのはあの iPad になるんですけど、例えばお絵かきだったりとか、あとはあのノートアプリですね、 Good Notes、 ノートシェルフ、ノータビリティとかコンセプトとかその辺のノートアプリはあの議事録取ったりとか、あと勉強ね、学生さん勉強するとか、あとちょっとしたイラストもそういうので描けますけれども、本当にこう直感的にね、あのメモ書きをしたい時とかは、ノートアプリがいいですね。あとはあのアイデアを出すときとか、紙とかにもいっぱい書くじゃないですか。あのなんかポイント、あ、ポストイット、ポストイットみたいな感じ、ポストイット、ね、あれちっちゃい紙にさ、付箋でさ、ババババって画面に貼ったりするでしょ、ホワイトボードみたいな感じで。まあそういうのだったりとかは全部 iPad で代用できるよねっていうところで、まあペンを使うものは iPad でございますね。もうその一言につきますね。なので私がね、あの YouTube で紹介しているものは大体 Apple Pencil 使ってるでしょ。あの Apple Pencil 使わずにできる作業みたいなのはあんまりね、出さないですね。なぜならそれは Mac の方がいいから。はい。ということで Mac 行きましょう。Mac!こちら、おもたべのクリエイティブワークですね。例えば、ロゴ、サムネイル。サムネイルもね、私結構色とか選択範囲とかこだわるタイプなので、あの根っからのクリエイティブなあの人間なので、その辺はあまり iPad であのしないですね。あとは、ウェブデザイン。ウェブデザインも無理かな。iPad は無理かな。あと、動画編集。動画編集はやってる人いますね。あの方。あの方でございますよ。もうチャンネル登録抜かれてしまいました。あ、ちなみに私のあの公式のウェブサイトリニューアルしましたので、ぜひ見てください。こういうのもですね、Mac でやっております。Adobe XD で私が作って、コーディングの、人にですね、それを渡してコーディングしてもらうっていう感じになってるんですけども、ちなみに Adobe XD でどうやって作ってるかっていうのはこちらの動画を見てください。結構詳しく説明しておりますので、あの、ためになるかなと思います。で、あとは動画編集ですね。動画編集も私は Mac でやってますね。プレミアプロでやってます。これはですね、iPad でやる人もいますね。結構最近は、あの、iPad のヌルマフュージョンとか結構強いですし。でもね、結構早い編集だったりとか、私とか結構めちゃくちゃバーって喋って、すぐ加工とかも入れてさ、面白い編集をしたいんですけど、そうなってくると音楽とかもコロ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 変えるし、効果音とかもめちゃくちゃつけまくるしって、タイムラインのさ、ここがさ、めちゃくちゃ伸びてくるんですよね。で、ここの幅が伸びれば伸びるほど、iPad は苦しくなってくるんですよ。上に幅があるからね、わかります？だから、Mac とかだったら、ここの、これをですね、階層を増やしても大丈夫っていうところで、まあちょっとそれで離れられないかな、そこに関しては。基本的には Adobe アプリかな。Adobe アプリ、Photoshop いられ、Premiere Pro、After Effects、Lightroom。うん。私 Adobe が好きなんでね、あの Adobe のあのソフトは手放せないかなということで。複数のウィンドウを必要とするものは、あの Mac ですね。私、いられとかさ、いろんなものをこう、ポンポンポン入れるんですよね。あの、iPad だとそれが難しい。一応、最近、あの、マルチウィンドウって言ってさ、この画面が四隅からにくっつかない状態で、浮いた状態でさ、フローティングみたいな感じで、あの、動かせるようになったんですけど、まあ、それでも3つぐらいかな、ウィンドウを、あの、コントロールできるのは。なので、まあ、そこが課題。課題というか、課題でもないですね。もう分ける。分けるっていうのが私はいいと思う。そこをなんか iPad は無理に取りに行く必要はないと思っていて、iPad は iPad の適切な、あの、クリエイティブワークっていうのがありますので、さっき言った Apple Pencil のやつね。まあ、それができれば私はもう満足。なので、今の運用ですごく気に入ってるので、必ずしも全部 iPad に、あの、移行する必要はないと思ってるので、はい。結論はですね、どのデバイスが一番早くそれを終わらせることができるか、どのデバイスで作るのが一番かっこよくて面白くておしゃれなものができるのか、の二つを私はいつも考えながら選んでおりますので、あの、そういうのを参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は以上です。バイバイ。